次の動画どうしようか。そういえば、まさかのここで学生5条のガチャが再登場したが回す？いや、今回はスルーするしかないな。学生5条は1つだし、そもそも金ないし。そして600万ダウンロードおめでとうございます。今ならログインするだけで怪獣3000個もらえるから、まだログインしてなかったらぜひともログインしてくださいね。そんで、動画どうしようか。それじゃあ無限回廊をもう一度やってみますか。え？今さらやり直すの？さすがにもう需要はないんじゃない？ところがぎっちゃん、動画のコメントでは40回をやってほしいというのが多数寄せられておりました。なので今回は40回攻略の動画を撮影していきましょう。まあやることもないしちょうどいいかもな。そんじゃあ久しぶりに40回のあいつに会いに行ってくるかね。それじゃあ撮影開始しましょう。了解。呪術廻戦ファントムパレード。そんじゃあ40回をやっていくわけだが、今回はパーティーをいろいろ変えてやっていこうと思います。いろいろなパーティーということは何戦かやるのか？今回は3戦やってもらうぞ。3戦か。長いけど頑張るか。初っ端のパーティーは、最速ターンでクリアする何でもありパーティーです。甲府伏黒、行学長、ももちゃん、学生五条と、デバフとバフと火力お化けパーティーだな。最初はこのパーティーでやってみてくれ。これだと何ターンで終わるかな？わしにかなうと思っているのか。なあなあ、これ学長と伏黒の位置間違えてるよ。やっちまった。SR 学長と同じ感覚データは、召喚一瞬の効果が伏黒にかかるのが遅れるがまあいいだろう。相手の動きを観察しろ。舐められるのはごめんだしね。手加減してやらねえぞ。みんな頑張って。やれ。仕方ねえな。4ダメダウン入ってるはずなのによ、伏黒のダメージ量が大きいな。伏黒くんは防御が薄っぺらいイメージがあるが関係ないんだよな。まあ防御系キャラではないからこんなもんじゃないかな。舐められる。手加減してやらねえ。みんな頑張って。ここで叩く。やれ。仕方ねえな。燃やし尽くしてやろう。次のターンには領域展開からのデバフができるな。ワンチャン、モモちゃんの必殺で相手の必殺カウント減少突破もできるかも。これが無限。ここでスマッチ。いけ。切り裂け。モモちゃんは次のターン終了後に絶対確定だな。しゃあないしゃあない。まあやることはやっていただいた感じだろうから OK。準備できてるかも。俺のターンってな。これが無限。領域展開神をあげて。ブスな少年可愛く叩き直す。今だ。ぶっつぶす。こんなの出番はい、ではここで学長と五条の必殺をしていただきましょう。おそらくこれで終わるだろうな。覚悟しとけ。ほらほら、どうしたの？教育が必要そうだな。出番だキャッシー。術式重点、出力最大。青。俺はやりたかった。オッケー。さすがの火力だ。あっという間に終わったな。俺の勝ち。5ターンでクリアか。まあこのパーティーなら妥当でしょう。では次のパーティーに移ってください。はいよ。お次はこちら。先ほどのパーティーから FSR 伏黒と学長を抜いたパーティーとなります。つまりデバフキャラ抜きでのバトルになるわけだな。これはこれで結構大変そうだな。その力、どの程度か見せてもらおう。工場キャラを2体入れて果たしてどれだけやれるか。なめられるの？俺のターンってな。切り裂け。いくぞ。やはりあのカバーない。攻撃力高すぎなんだよな。2回連続で攻撃食らったらほぼ威嚇確定だもんな。とはいえなんとか耐え忍ぶしかない。叩き直す。俺のターン。授業を始めよう。ここが踏ん張りどころです。仕方ねえな。燃やし尽くしてやろう。なんとか耐えたな。というか、残機のおかげで回復できたな。よかった。まだ戦えるぞ。縛っていきましょう。これが無限。ブースな少年。可愛く叩き直す。燃やし尽くしてやろう。いってて。ここからはどうしたもんか。とりあえずバフをかけまくって、ご自分のバフをかけて、先に止めていただくしかない。ここまで2人乗りでみんな頑張ったのは運が良かった。裏で何度撮影し直したことか。あと1ターンあれば学生50の必殺をぶっ放せるな。ここを耐えましょう。では、教育の時間だ。みんな頑張って。これがようやく私の番ね。だがこれで準備 OK だ。行くわよ。ぶっ潰してやんよ。どれだけダメージを与えられるかな。可愛く立つ。覚悟しとけ。このまま払うわよ。ぶっ飛ばしちゃって。行くぞ。総力戦だ。これで払い切る。術式順転。出力最大。青。やるじゃない。行くぞ。オッケー。惜しい。あともうちょっとで倒しきれたのにな。まあブレイクしてるから余裕だろ。相手の隙を見逃すな。相手してやる。準備手加減してやらねえぞ。教育の時間だ。このまま払うわよ。みんな頑張って。行くぞ。俺の勝ち。やはり学生五条がいると40回は楽だよな。それじゃあ最後はこちらで。キャラクターは工場のみ。男子は見逃してくれ。これ結構難しくね。キャラが工場のみってのがかなり大変だな。わしにかなうと思っているのか。やるしかないぞ。頑張っていこうぜ。まあそうだな。一挙やってみっか。とりあえず1ターン目は通常攻撃で呪力を貯める必要があるな。ただし赤五条には巡っていただ釘崎はバフをしてもらう。要は少しでも15の HP を削りたいのだ。2ターン目でかなりのダメージを受けてしまったが、ここでの回復男子は我慢します。次のターンで回復するのが理想だな。ここが踏ん張りどころです。このまま払うわよ。リセット。ラッキー、このターンのノーダメは大きい。そうなるとまだ回復男子は使わなくていいな。それでここから赤五条は自身にバフをかけていきます。だって楽しくなってきた。このまま払うわよ。燃やし尽くしてやろう。さすがにここは回復しておかないとまた7人狩りだってちゃうかな。では教育の時間だ。気張っていきましょう。さて楽しくなってきた。かかってこいや。おそらく次のターンを迎えたら7人は離脱してしまうので、ここで必殺を打っておきましょうか。合わせて釘崎の必殺も一緒にやります。準備万端。こっからよ。授業を始めよう。さて楽しくなってきた。対象の7対3の点を弱点にする。私からは以上です。幽霊情報かんざし。ブレイクまでが遠いな。決めます。逃がした。出番使いのマットが来たか。上後より先に領域展開したいところだな。というかそれが必須条件なんだよな。何にせよ、ここは赤五条の必殺で削るぜ。おしまいにしよう。相手してやる。ほらほら、どうしたの。行くぞ、総力戦だ。これで払い切る。術式判定赤。これでもブレイキングは届かないか。なめるなよ。ともだれ。おお、爪先がいい感じに削ってくれたな。やっぱりこっちじゃないとね。可能ならこのターンでブレイクしたいがなんとかいけないか。ワンチャンいけるかもしれない。ここは攻撃ありのみだ。授業を始めよう。ほらほら、これでよしといたぞ。ブレイクできたぞ。そのおかげで釘崎の必殺もたまった。あ、そういえばこの局面ではよろしく上手で呼んだわ。いけるか、いけるかもしれない。各連携で倒すぞ。準備万端、こっからよ。領域展開、自閉エンドンか。通例情報いったぞ逃がすか。あ、でも蚊が残ってるぞ。大丈夫だ、こいつらは情報がいなくなったら自然消滅するから。終わった。工場キャラのみで40回クリアしたぞー。お疲れお疲れ。いやー、運が良かったよな。男子は工場じゃないとはいえクリアできるとは思わなかったぞ。 OK、 では今回の撮影はここまでにしよう。次は別の回の攻略動画でも作ってみようかな。それじゃあ、バッハハーイ、バイバーイ。